アラケツアルコモエスタン、皆さんこんにちは、エミコです。今日はスペイン語の目的格の代名詞ロ・ラ・レ完全版です。皆さんはロとかラとか全然理解できないって思ってませんか？参考書ではさらっとしか触れてないから理解できない、会話中にロっていう音が聞こえると混乱してしまうっていう相談はめっちゃ多いです。もしくはロとラは直接目的格認証代名詞やから日本語で言うとオに当たるもの、レは間接目的格認証代名詞やから日本語で言うと何々にに当たるものって丸暗記してませんか？この方法では残念ながら代名詞は使いこなせるようにはなりません。どちらの状態でも安心してください。この動画で目的格の代名詞ロ・ラ・レの謎をすっきり解決してみせます。今日の動画は1番直接目的格認証代名詞と間接目的格認証代名詞、2番代名詞の位置、3番直接目的語と間接目的語とはの3部構成です。ぜひ最後まで見ていってください。早速始めていきましょう。まず皆さんは直接目的格認証代名詞と間接目的格認証代名詞知っていますか？そもそもなんで代名詞ってあるんって思いませんか？ちなみに代名詞っていうのは名詞の代わりに使われて人や物を表現するものです。これ、彼などがそうです。要は名詞を繰り返さないために使うんです。例えば明日車で行く、あ、うん、明日車で行きたい、誰が車出す、あ、あやちゃんが車出してくれるって言ったよ、え、じゃあその車ってみたいな感じで車って連発したらしつこい感じしますよね。何より話してる方もね、めんどくさいんです。ネイティブスピーカーって国籍問わず短く話したいもんなんです。めんどくさいんですよ。やからそれとかあそことかっていう代わりの言葉に変えていく、これが代名詞です。漢字そのまま名詞の代わりです。今日紹介する2つの代名詞はこれです。左側コンプレメントディレクトセイデイは直接目的格認証代名詞、右側コンプレメントインディレクトセイイは間接目的格認証代名詞です。直接目的格認証代名詞は直接目的語の代わりに使うもの、間接目的格認証代名詞は間接目的語の代わりに使うものです。日本語の名前やったらめっちゃ長いので今日はセイデイとセイイって言い換えていきますね。表を見てもらうと分かりますが、一人称と二人称である名体ノスオスはどちらの代名詞でも同じ形です。だから代名詞に置き換える前の名詞が直接目的語なのか間接目的語なのか分からなくても使えてしまいます。でも直接目的語を置き換えてるのか、はたまた元々の名詞が間接目的語だったのかをはっきり理解していないと三人称の場合は問題が起きます。それぞれ形が違うからです。ちなみにセイデイはローラロスラス、セイイはレレスですね。おそらくあんまり意識せずにとりあえずロって言ってる人多いと思うんですけど、皆さんはどうですか？セイデイはローラロスラスのように男性系と女性系の区別もあります。きちんと使いこなすためには代名詞に置き換える前の直接目的語の名詞が男性名詞なのか女性名詞なのかしっかりと理解している必要があります。例えばネセシートサナオリアって言った後にキエロコンブラールロって言ってしまうと、ロって何のことをサナオリアって言ったのにってなるんです。皆さんここクリアですか？ネセシートサナオリアの後ろに続くのはキエロコンブラールラです。キエロコンブラールロではありませんので注意しましょう。私たちの想像以上にネイティブスピーカーは名詞の性別を明確に区別してます。そのため代名詞の性別が間違っていれば何を指しているのか分からなくなってしまうんです。ましてや置き換える前の名詞が間接目的語なのにロを使われてしまうと聞き手としてはチンプンカンプン。皆さんが考えている以上にネイティブスピーカーはプチパニックになるので相手を混乱させてしまわないように注意しましょう。代名詞はネイティブスピーカーっぽいとか使ってるとかっこいいっていう理由からか適当に使ってる人多いんですけど、エミコさんの動画を見てくださってる皆さんはそんなことないですよね。私たち日本人の言葉ではないスペイン語にしっかりリスペクトを持っていきましょう。とはいえネイティブスピーカーも時々間違ってしまうくらい代名詞って難しいんです。うっかり悪気なく間違ってしまわないように皆さんが自信を持って堂々と使い分けられるように今日はしっかり理解していきましょう。続いて語順です。間違ってる人が多すぎなんですが、今日紹介している直接目的格認証代名詞と間接目的格認証代名詞は活用した動詞の前に来ます。例えばコンプロロのように動詞の後ろにつける人多いんですが、これは間違いです。正解は活用した動詞の前、ロコンプロになります。大事なのでお伝えしておきます。代名詞は文がさらさら組み立てられないうちは無理に使わなくて大丈夫です。たくさんの人が初めから全部やろうとしすぎです。
です。ひらがなを覚えたばっかりの幼稚園児が無理に漢字を書こうとして間違ってる感じなんです。代名詞は動詞の活用もさらっとできて、ある程度ペラペラ話せるようになってからで大丈夫です。一気に全部できなくて普通なんです。お料理する時も炒め物をしながら、こっちで野菜切りながら洗い物もするっていうことが同時に全部こなせるようになるには練習が必要ですよね。スペイン語も同じですので、また余裕がないうちは今日の動画は参考までにご覧ください。難しいって感じたら今は無理に見なくても大丈夫ですよ。また余裕が出てきた時に戻ってきてください。目の前のことに集中していけば必ず話せるようになるので、安心して今やらないこと、今手放すことっていうのを決めましょう。話がずれたので語順の話に戻します。正例と正意は活用した動詞の前に置くと話しました。では動詞の原型が来るときは、動詞の原型プラス正例異性意、コンプラールロ、コンプラールレになります。文にすれば、キエロコンプラールロ、テンゴケコンプラールレ。現在文詞のときは、現在分詞プラス正例異性意、コンプランドロ、コンプランドレなので、エストイコンプランドロという形になります。過去分詞のときは、正例異性意プラスアベールプラス過去分詞なので、ロエコンプラード、レエコンプラードという形になります。文になったら、ミヤミがロアコンプラードという形です。正例と正意が両方があるときは必ず正意が前に来ます。例えば、テロコンプロ、メラスコンプラス、キエロコンプラールテロ、キエレスコンプラールメラ、ボイアコンプラールテロ、バスアコンプラールメラ、エストイコンプランドテロ、エスタスコンプランドメラ、テロエコンプラード、メラアスコンプラード。では皆さん、正例と正意が両方三人称のときはどうなるか知っていますか？例えば、レロコンプロのようになる場合、このレは自動的にセになります。セロコンプロというのが正しい形です。三人称単数もしくは三人称複数は問いません。三人称が続くときレですは必ずセになります。余談ですが、再起動詞のセとごっちゃになる、聞いたときに分からなくなるっていうご相談が多いので解説します。コツを皆さんにお伝えします。意識して聞くべきは代名詞ではなくて、いつも動詞です。セロコンプロって聞こえるとセが気になるとは思うんですけど、大事なのは動詞です。なので動詞コンプロに注目してください。そうすれば話の流れから誰のために買うって言ってるのかは分かると思います。再起動詞のセなのか、もともとは正意の例だったものがセになっているのか、これを見分ける方法も動詞です。例えば1番セロドイ、2番セロダという文があったとして、再起動詞はどちらか分かりますか？答えは2です。再起動詞っていうのは代名詞の認証と動詞の活用の認証が必ず同じになります。メドイ、テダス、セダっていう形なので、セが来ている時に動詞の活用が3人称でなければ再起動詞ではありません。ここで注意なのは、動詞の活用が3人称であれば絶対再起動詞っていうわけでもないっていうことです。その場合は文法や文脈で見分けますので知識が必要です。ただこれを知ってるだけでかなりのヒントになるはずです。まずはここから見分けていきましょう。続いて、直接目的語と間接目的語の違い理解していきましょう。比べてみましょう。1番アナピンタ、2番アナピンタフローレス、3番アナピンタアスイハ、4番アナレピンタウナフロールアスイハ。これらの違い皆さん分かりますか？1番アナピンタは主語と動詞の文、2番アナピンタフローレスは主語動詞直接目的語の文です。3番アナピンタアスイハも主語動詞直接目的語の文です。直接目的語が人だった場合は前置詞アを伴います。では4番アナレピンタウナフローラスイハは主語動詞直接目的語間接目的語の文です。しつこいようですけど繰り返しますね。直接目的語は直接目的確認書代名詞に置き換えます。間接目的語は間接目的確認書代名詞に置き換えます。ということは、フローレスとかスイハなどの名詞が直接目的語なのか間接目的語なのかっていうのを明確に理解できていないと、直接目的確認書代名詞も間接目的確認書代名詞も使いこなせるようにはなりません。ここは曖昧なままでは絶対に使いこなせません。ここめっちゃ大事なので何回でも聞いてくださいね。ここで見ていただきたいのは3と4の違いです。同じアスイハが使われてるけど、3は直接目的語、4は間接目的語ってなってます。こういうの混乱しませんか？そしてちなみに日本語で文の意味わかりますか？いつも言ってますけど、なんとなくではダメですよ。人にちゃんと説明できるくらい分かってないと分かってることにはなりません。では5秒待ちますので考えてみてください。はい、皆さん考えましたか？3はアナは
娘の絵を描きます。要はアナは娘にあげるお花の絵を描きます。パッと見同じなのに全然意味が違いますよね。ちなみに2はアナはお花の絵を描きますです。こう考えると日本語の説明にある直接目的語は何々王にあたるもの、間接目的語は何々にあたるものっていうのは理にかなってますよね。でもこの覚え方では日常会話の中で頭の中でささっと文を組み立てるっていうのは難しいです。例えば1番ロエレイド、2番レエレイド、どっちやろうってなりませんか。他にも1番ラジェボ、2番レジェボ、え、どっちがあったんってなりますよね。めっちゃ大事なことお伝えします。どっちが正解なんて思ってる時点で代名詞は使いこなせるようにはなりません。スペイン語が話せるようになるために必要なのはね、ルールを覚えることではないんです。ましてやこの動詞は他動詞だから目的語を伴うっていう文法を暗記することでも絶対にありません。いい加減に受験英語の学習法から卒業しましょう。エミコさんのチャンネルは丸×問題で点を取るためではなくて、話せるようになるスペイン語を学ぶ場所です。覚えておいてください。会話や文には必ずコンテクストがあります。コンテクストというのは文脈、脈絡、状況、背景っていうような意味があります。ロエレイド、レエレイドのどちらが正しいのかっていうのを頭で考えるんではなくて、この文を使ってる状況をイメージしたり、シチュエーションを考えたりしてみましょう。ロエレイド、レエレイドの違いを解説するために、まずは直接目的語と間接目的語の見分け方について解説します。直接目的語というのはスペイン語で言うと quien recibe la acción del verbo です。その動詞の動作を受け取るものや人のことです。先ほどご紹介した4番の例文 Ana le pinta una flor a su hija の中で考えてみましょう。動詞は何ですか？ pintar ですよね。 pintar という動詞を受け取るものや人何ですか？ pintar という動詞の受け手は una flor です。ここでね、え、受け取るんでスイハちゃうって思いませんか？ちなみにスイハは受け取り人、ラデスティナタリアデラクシオンです。スイハはピンタールという動詞の動作を受け取るんじゃなくて、ピンタールすることによって完成された絵を受け取る人なんですね。この違いややこしいなって感じますよね。ちょっと頭が混乱してきたっていう人も多いと思います。辞書で検索するとレシビールは受け取る、受ける。エルデスティナタリオって検索すると受け取り人、受信者って出てきます。これぶっちゃけ2つとも意味一緒ちゃうって思いません？ここが私たち日本人が混乱しやすい場所なんですよ。日本語やったら一緒に見えるんですけど、スペイン語では全然意味が違います。わかりやすくするためにレシビールをされるもの、エルデスティナタリオを行き着く先に変えます。エミコさんの独断と偏見で変えます。直接目的語っていうのはその動詞にされるもの、間接目的語とはそのアクションが行き着く先、到着地だと考えましょう。4番の例文アナレピンタウナフローラスイハ、動詞ピンタールされるものとそのアクションが行き着く先はそれぞれ何でしょうか？ピンタールされるもの、今日はお絵描きされるものがウナフロールで、行き着く先はスイハですよね。これめっちゃわかりやすくないですか？わかりやすいって思ったらコメント欄で教えてください。もう一つ例を挙げてみましょう。ルイスレコンプラコミダアスペロ、これ動詞は何ですか？コンプラールですよね。ではコンプラールされるものと行き着く先はそれぞれ何でしょうか？コンプラールされるもの、すなわち買われるものというのはコミダで、行き着く先はスペロですよね。よりわかりやすくするために2つの例文を比べてみましょう。1番ルイスレコンプロラコミダアスペロ、2番ルイスレコンプロウンペロアスイハ、それぞれの買われてるものと行き着く先はわかりますか？1番はルイスは食べ物を彼の犬に買った、2番はルイスは犬を彼女の娘に買った。クリアになりましたか？これで直接目的語と間接目的語の見分け方わかったと思います。これを踏まえて他の例の文脈を考えてみましょう。1番ロエレイド、2番レエレイド。ちなみにこの2つの文は両方とも間違っていません。それぞれ何を指してるでしょうか？例えばこんなシチュエーションが考えられます。アスレシビドミコレオシロエレイドレエレイドンリブロアミイコ。皆さんそれぞれの使い分けはクリアでしょうか？1番ロエレイド、ロは直接目的確認書代名詞だから何々を、2番レエレイドのレは間接目的確認書代名詞だから何々にっていう覚え方では、いつまで経っても話せるようになりませんよって言ってる理由が伝わりましたかね？もう少し解説しますね。アスレシビドミコレオシロエレイド、このロは皆さんお気づきの通り直接目的確認書代名詞です。ということは動詞レールされているものですよね。レールされているもの、読まれているものというのはこの文ではミコレオです。他にも新聞、ニュース、
手紙、LINE のメッセージなどが考えられます。続いて、レイレイドンリブラミーイーホの場合。このレは間接目的確認書代名詞です。ということは、アクションが行き着く先ですね。本を読むっていうアクションは息子に届きます。ここまで大丈夫ですか？もう一つ見てみましょうか。ラジェボ、レジェボの場合です。皆さんぜひ一度動画を止めて、どういうシチュエーションか考えてみてください。一回自分の頭で考えるだけで、さらに深く理解できるようになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。ちなみに私が考えたのは、ジェバスラギャベシラジェボエンラカルテラレジェボナトルタアミアボエラです。皆さんの例文をぜひコメント欄でシェアしてくださいね。はい、というところでスペイン語の目的格の代名詞ローラーレ完全版お送りしてきました。皆さんいかがでしたでしょうか？かなりクリアになったと思います。でも一回見ただけでは変わらないので、ぜひ続けて学んでくださいね。このチャンネルでは短期間でスペイン語を習得するための効率的な学習方法をできるだけ分かりやすく解説しております。これからもやむこさんの動画見逃したくないと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。やむこさんのメルマガではペルー在住歴7年、私の全てを詰め込んだ世界一わかりやすいスペイン語の教科書完全版をプレゼントしております。最短で話せるようになる方法を知りたい、スペイン語で楽しくおしゃべりできるようになるコツを知りたい、スペイン語で人生を変えたいっていう皆さん、スペイン語が話せるようになった先の本当の夢を叶えたい皆さん、ぜひ動画下の概要欄にあるリンクから登録をしておいてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったっていう方は、ぜひいいねやコメントで教えてください。また学んだことアウトプットしてくださいね。アウトプットは皆さんにとっての最大の学びになります。次回も役に立つスペイン語学習法を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Muchas gracias por ver mi video. Chao!